どこへ行くかというと、みんなでディナーを食べに行きます。歩いて、今日は近くのちょっとね、夜景がすごい綺麗なレストランがあって、ずっと行きたいなと思ってたんですけど、なかなかね予約が取れないということでちょっと行けなくって、今日も急遽決まったので、ちょっと中にね入れるかどうかちょっとわからないところではあるんですけれども、ちょっとみんなで行ってみたいなというふうに思います。ちゃ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 ーん、夜のツインタワーです。ちょっと隠れて見えないかな。そうなんですよ、綺麗ですよね、やっぱりね夜になると。マレーシアは年中暑いって言われてるんですけど、結構ねそんなになんか蒸し暑いっていう感じじゃないので、全然ね歩いててもこういう感じです。綺麗ですよねツインタワー。家からはねあんま見えないんですけど、そういう感じで夜のお散歩がてらレストランに行きたいと思います。ではレッツゴしました。スカイダイニング、ありがとうございます。みんなで行けるかな、どんなとこか楽しみです。今回私たちが訪れたのは首都クアラルンプールの中心地 KLCC 公園沿いに立つザ・トロイカの24階でトロイカスカイダイニングというところのガンタローペというレストランです。ザ・トロイカのデベロッパーの所有する最上階にマレーシアでフレンチ料理の第一人者として知られているクリスチャン・バウアーが監修するレストランバー5軒、コパースミス、ストラタ、フエゴ、クラレト、カンタロープ、この5軒が一つの空間にきれいに収まっているんです。今回私たちが来たのはその中の一つ、カンタロープというフレンチのレストランです。ここのレストランはグルテンフリーやベジタリアンの料理もあるみたいなので、そういった方は安心して伺うことができそうですね。今回私たちは夜のディナーとして伺ったのですが、ここのレストランはランチ営業もしているみたいです。夜は夜景もとっても綺麗で、とってもロマンチックな雰囲気だったのですが、お昼はまた違う雰囲気なのかなと思うので、ぜひランチも行ってみたいと思います。ドリンク到着しました。Thank you. Sorry, please give me the ice.
いやちょっとそうかなと思ってちょっと若干なんかこうさすがにないやろあれなんですけどね。うまいね。乾杯しましょう。ごめん。どうでした？乾杯。あとソースまだあるのかな？ないのかな？一人で行くやつ。同じもの飲んでるけど幸せですよ。今日はスイートな味ですよね。後ろはね、こんな感じになっていてすごい。こんな感じになっていて夜景を席が空いたら外に移動したいなと思います。おーっとやっぱ一番何食べてるんですか？なんかあげたやつですね。なんかあげたやつちょっと色の変わったキノコいただきます。食べたものをビールで流し込むスタイル何やろ。チーズとトマトとアンチョビです。うん。うん。食べやすい。食べやすい。うん。美味しいですか？うん。非常に食べやすくて。うん。全然。ちょっとびっくり。今日は違う。今日は主役やし。原点でカジノで買った後に飲んだコーヒーの方がすごい。うわー、以上です。さよなら、グッバイ。さーて、私たちはディナーも食べ終わり、本来行きたかったフエーゴというレストランバーにやってきました。ここのレストランはとーとても人気で常に満席らしいです。当日思い立ってきた私たちはもちろん入ることはできませんでした。なのでちょこっとだけ見せていただきました。ここのレストランは先ほどと同じトロイカのビルディングの中に入っている23階のオープンデッキで、夜風が心地よくとってとても絶景なんです。レストランのコンセプトは南米料理、そしてカクテルなどのお酒もとっても充実していて、大皿のグリル料理が自慢だそうです。この日は土曜日の夜ということもあり、本当に満席でした。とっても人気なレストランだということがわかりますね。ここのお店は屋外の席のみということなので、日が沈む夜の7時以前の食事は直射日光などが当たる可能性もあるみたいです。皆さん行かれる際は事前の早め予約がおすすめみたいです。私たちも早めの予約をして次回ちゃんと来たいと思います。皆さんいかがでしたか？マレーシアにこんなおしゃれなバーがあるなんて知らなかったです。誕生日、記念日、皆さん特別な日などにここでお祝いしてはいかがですか？
ツインタワーをバックに美味しい食事がいただけるなんて最高ですよね。私たちもまた次はちゃんとリベンジしたいと思います。では今週はこの辺で、皆さんバイバーイ。